アリアです。メイラです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日はおすすめの文房具を紹介したいと思います。イエーイ。多分ね、もう新学期になると思うので文房具を買い替える方が多いと思うんですけど、2人でおすすめの文房具を紹介したいと思います。それではどうぞ。じゃあまずアリアから紹介するんですけど、ノートから紹介しますね。まずなんかピンク系女子にはもってこいのピンクノートです。かわいい。かわいいでしょ。でまずこっちのバーバパパなんですけど、これはプラザで買ったんですけど、なんかプラザで売ってるバーバパパって結構高いじゃないですか、意外と。でもこれは300円程度で結構お手軽な価格なので、みんな買えるんじゃないかなって思います。中のここもちょっとハートがついてて、めっちゃ可愛いです。見えるかな。ねえ。なのでこのバーバパパのピンクのノートおすすめです。あとね、もう一個はねこのチャンパスのノートなんですけど、アリアいつもこの大きさのノートをいつも学校で使ってるんですけど、ドラえもんとコラボしてるんですけど、なんかあんまりドラえもんっぽくないドラえもんみたいな、ちょっとおしゃれなドラえもんみたいな、ちっちゃくいい、ね、そうかわいい。ピンクのお花の中にちっちゃくドラえもんがいて、アリアはこれがすごくおしゃれでかわいいなって思いました。キャンパスは描きやすいよね。うん、描きやすい。で、あとは文房具なんですけど、このメモ帳ですね。いろんな色に分かれてるんですけど、まずトゥードゥーリスト、やることリストみたいなメモ帳も入ってるし、無地のもあるし、いろんなのがあって、しかもコンパクトだし、色が可愛いから、これおすすめです。あとは、これも友達にもらったんですけど、こうやってやったら消しゴムが出てくるんですよ。だから削れても消しやすいっていう消しゴムです。そしてですね、無印のシャーペンなんですけど、シャーペンってなんか意外と高いものとかあるじゃないですか。でも無印は結構安くて100円もしないんですよ、1本。なのでなんかシンプルだし使いやすいので、これはおすすめです。めっちゃ安い、コスパ最強のシャーペンです。以上です、アリアのおすすめの文房具。じゃあ次はレイラちゃん。はい、まずは筆箱です。かわいい。筆箱は私好きだからすっごいお気に入りだし、ペンを筆箱にたくさん入れちゃう派なので、荷物を減らそうかなって思って、このちっちゃいケア部屋の筆箱をいつも持ってってます。めっちゃかわいい。めっちゃレイラちゃんっぽい。いつもさ、カバンとかにケア部屋つけてるもんね。めっちゃかわいい。次はこれはカラーペン。すごい、なんですけど12色入ってて、書くとキラキラしてるし、あと匂いもついてて、例えばいちごとかぶどうとかパイナップルとかいろいろあって、めっちゃかわいいです。しかも12色あるからおすすめで、いいね。なんか結構カラーペンとかで書くとこある。そう。次はマーカーペンです。めっちゃ可愛くない、このマーカーペン。これは見た目で可愛いなって思って買いました。可愛い。これ書いたら蛍光ペンかなとか思ったけど、水が入ってるような感じの薄めのマーカーペンです。あ、いいね。じゃあ字が見やすい。そう、字が見やすくて結構おすすめです。で、次はこれシャーペンなんですけど、多分知ってる方も多いと思います。めっちゃこれ書きやすくてすごいお気に入りです。これは友達と色地で買いました。え、めっちゃ細くない？なんか細い気がする。めっちゃ細いし書きやすいの 0.3 です。あ、0.3 か、すごいね。めっちゃこれ使ってます。で、ここから付箋祭りになるんですけど、付箋めっちゃあるじゃん。そう、まずこれはスヌーピーの付箋になってて、ノートに貼るんですけど、ここを、なんていうの？ここが切れるようになってるんですよ。だから確認し終わった後とかもここ切って、でノートからはみ出さないようになってるっていう。あ、そういうこと？え、すごい。付箋です。めっちゃこれはおすすめです。こちらはビートキャッツ、サンリオかな。で、めっちゃ色があるんですよ。ネオンカラーっていうのかな。これ5強化で分けれるのもすごいおすすめです。かわいい。後ろかわいくない？そう、後ろこんな感じ。後ろね、めっちゃかわいい。で、次はこちらやることリスト。こんな感じで
なんかチェックできる場所があるチェックできるんですよ。なのですごいおすすめです。私、家に帰ってやることがないとダラダラしちゃうから学校でこうやってやることって書いてるのがいいかなって思います。いいね、いっぱい書けそう。そう、いっぱい書けるいっぱい書けるね。で、こちらはノートに貼る付箋なんですけど、先生が言ってたこととか自分的に大事だなって思うところに貼る付箋です。え、かわいい。なんか 丸が立ってめっちゃ可愛くない？あ、なんかめっちゃ可愛い。なんだろう、これ思ってますみたいな吹き出した。そう、吹き出し、めっちゃ可愛い。めっちゃこれ便利。可愛いね。絶対ノート華やかになる最後はキャラベアの付箋です。可愛い、キャラベア同じ種類なんだけど色が違います。こっちは紫で、こっちはピンク、赤です。めっちゃ柄可愛くない？めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。2つとも違うね、柄が。大事だなって思うところを付箋に書いて、ノートとかプリントに貼るっていうことをしてます。以上です。めっちゃ可愛かった。めっちゃ付箋、丸い付箋、吹き出し付箋欲しいなって思った。兄も買おうかな。おすすめです。おすすめだね。うん、じゃあ皆さん、新学期ということで自分が、あ、ピンク系にしたい、これから私はこの学年でピンクを目指すって方はピンクにしてもらってあとはもうなんか私は可愛くするわって方はいっぱい可愛くしてもらって、まあちょっとでも参考になったら嬉しいです。文房具可愛いとテンション上がる、ね、それそれ、勉強もはかどるから皆さんも真似してみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。